牧野古墳は、奈良県北葛城郡広陵町場見北にある古墳。形状は円墳。馬見古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。押坂の彦人大慶美子の墓に否定する説が、知られる。奈良県西部、馬見丘陵中央部の高根先端部に築造された、山寄せの大型塩墳である。1962年度に発掘調査が、 実施されている。噴形は円形で直径48から60メートル、高さ約13メートルを測る。噴景は3段蓄成であるが、山寄せのため最上段のみが完全な円形をなす。噴景表面では、歯庭片が認められるが、原置を保つものはなく、噴景表面の化粧のためた古噴から取られたと推測される。主体部の埋葬施設は、 両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。石室全長17.1メートルを測る奈良県下では最大級の大型石室である。石材には花崗岩の巨石が用いられ、石室の原質内には繰り抜き式型石管1基、組合式型石管1基が据えられる。両石管とも洞窟にあって大きく破壊されているが、発掘調査では、 石棺の周囲や沿道部から多くの副葬品が検出されている。この薪の古墳は古墳時代後期の6世紀末頃ごろの築造と推定される。うまみ古墳群では数少ない横穴式石室を有する古墳であると、共に墳球の規模、石室の規模、副葬品の豊富さは当時として優れた内容を示す古墳になる。被装者は明らかでないが、第30代、 美月天皇巫女の押坂の彦人体系巫女に否定する説が有力視される。古墳域は1957年に国の史跡に指定されている。現在では牧野史跡公園として史跡整備され、石室は立ち入りが制限されているが、毎年一時期に公開されている。石室原室中央に栗抜式系型石棺。主体部の埋葬施設としては、 分球二眼目に両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材には花崗岩の巨石が使用される。石室の側壁は持ち送りによって構築され、石材の隙間には粘土が詰められる。石室の床面は粒手式で、その下に排水口が設けられる。排水口は、 原質の壁面付近をめぐり、原門付近で合流して、沿道を通って、石室外に出る。また開口部には閉塞石が残存する。石室構造は赤坂天皇山古墳と同じ設計になるとされ、同古墳は、真の朱春天皇陵とする説が有力であることから、皇室に関わる石膏集団による築造とする説がある。 石室の原質内にはくり抜き式系型石棺1基、組合式系型石棺1基の計2基が据えられる。くり抜き式石棺は奥に、組合式石棺は手前に位置する。それぞれの内容は次の通り。これら2巻は同時埋葬と推測される。2巻とも洞窟にあっているが、発掘調査では、石棺の周囲や沿道部から多くの副葬品が検出されている。山。 口なし玉、ガラス玉、奈良県立柏原考古学研究所附属博物館、展示。坪畑海高寮町文化財保存センター展示。石室は、洞窟にあっているが、発掘調査では、多くの遺物が検出されている。遺物整理によれば、バグは二組あったとされる。横穴式石室については、光線の国つかみ話の舞台とする説が知られるが、本古墳においても、 原質の石管付近で検出された桃が対応するものとして注目され、沿道の陽気群は光線の国における死者の食べ物と推測される。日本初期に基づく関係け図薪の古墳の実際の被葬者は明らかでないが、押坂の彦人大ト体系巫女に否定する説が有力視されている。押坂の彦人大ト体系巫女は第30代。 美達天皇の第一王子で、当時皇位の有力候補として、物の無森やら、半袖賀氏に擁立されたが、途中で歴史から名を消した人物である。押坂の彦人体系美子の墓について、演儀式所領領では当馬家の、聖唱墓として記載され、大和国広瀬軍の所在で、長域は東西15町、南北20町で、出国煙を毎年当てるとする。 この十五兆二十兆という記載は、仁徳天皇の孟子、耳原中領の八丁四方を大きく上回るものになる。押坂の彦人体系巫女に関して、宮内町による事情簿はないが、高領町赤部にある三吉領母山高地では、押坂の彦人体系巫女が、非相候補者に想定されている。ただし現在では、新小山古墳は、押坂の彦人体系巫女から遡る。 古墳時代中期の五世紀前半頃の築造とされる。一方で、牧の古墳を、押坂の彦人体系巫女の墓とする説では、確かな資料は書くが、所在地の演技式の記載との対応、築造時期、墳丘規模、石室規模が根拠とされるとは、時期差が開く。所在地交通アクセス関連施設周辺電、文み代山古墳出土石管。ありがとうございます。